2023年1月30日、突如としてこのような書き込みがなされた。Y52、独身、会社のバイト女、26、おはらませる。みたいらしい。なお互い結婚する気はない模様。おめでとう。産むのは勝手やが養育費は払いたくない。52なのになんでそんな無責任なの？独身やし。人生楽しんだ者勝ちやし。26でバイト。あ。なお女スペック。顔中の毛、黒髪ロング、地味、メガネ、真面目、服装無頓着。種ガキがって金だけ取るんやろな。ないない。未経験やったし。年齢的に子供が成人する前に行きそうやん。酒タバコやるし。結構な確率で行くやろうな。やったな。Y スペック。課長、バツイチ、年収800、貯金500、趣味パチンコ、競馬、釣り、ゴルフ。養育費は払わないとね。金ないんだわ。年収800の場合は大体12万らしいね。まあ産むなら趣味やめてこっちに回せばええんや。そんな高いわけないやろ。なんで子育てに月10万もかかるんや。今適当に調べてきた相場や。赤ちゃんの時は安くて大人になっていくにつれ高くなるだけかも。18歳までは払うって考えると結構取られそうやな。ありえんありえん。母子家庭で手当もらえて生活保護プラス月10万も養育費もらえたら相当優雅な生活できるんやが。まあ払うことになると思うから自分で調べた方がええ。年数によって養育費は変わるらしいからよくはわからん。月3万までが限界。それ以上は裁判しますわ。真剣取られたら全面降伏でくさ。52が何税やってんのか。そんな地雷っぽいブスによく手を出すもんだ。若いし。ただでやれるなら最高やろ。50代にもなって10代のガキみたいな思考でくさ。脳みそ男なんやすまんな。欲は全く衰えてないし今でも週1で一人でする。もちろん営みもするけど。新しい。命。まだ Y の種に生殖能力あったことに驚き。50代になっても欲だけは衰えないんだよな。じじい。おじいちゃんやん。養育費払ってやらええやん。娘なら。月3万までなら払ってやってもいい。ランクル買ったばっかりなんや。金ないんや。コロナバブルの儲け全部使ってしまったわ。思ったけどいい年したおっさんなんだからこのタイミングで結婚したらよくね。将来的に定年退職した後一人にあと寂しくなるやろ。まあ悪くないけど。性格合わないんだよな。真面目すぎて。子供できたらお互いに変わるやろ。趣味とかやめる気ないし。もちろん酒タバコも。性格面の話をしとるんや。変わらんやろ。彼女も不真面目になるとは思えない。なんか伝わらんからええわ。Y は変わらんよ。素で見てる感じおっさんの精神年齢は10代やから真面目な嫁がそばにおった方がええ。これで、ウィンウィンや。縛られたくないんや。それで一回離婚してるし。まあ強制人気の後の養育費支払いって今は相当逃げられない仕組みができつつあるから、サラリーマンが途中の差し押さえの強制執行だね。相手が産む気ならまあ会社辞めて蒸発して支払い回避するか支払うかの二択やね。3万までなら払うわ。それは裁判所が決めてくれるからそれに従うだけやね。いやならまあ会社辞めて蒸発したらええんちゃう。でも10はないやろ。金額は自分で決めるもんやないで。相手と自分の収入によってちゃんと料金料あるから悩んだり争う心配はいらない。会社のバイトって一は何の仕事やってるん？ Y は会社員。バイト女は事務。会社での立場は問題ないん？まあ夜の関係持ってるのはうすうす周りも気づいてるからもう満体。はらんでることは知らんやろうけど。否認ちゃんとしてたん？してない。はええな。一回目まではどうやってホテルまで行けたん？バイト女電車通勤やからよく送迎してたんよ。最初にホテル行ったのは飲み会後の送迎。自分の子供を苦労させたいの？なことない。子供は片親パンでいじめられるのかな？ちゃんと毎週スナックパン送ってやれよな。ええけど。上っ面のスペックだけ適当に並べて何一つとして具体的なものは出てこないからな。40近く列してて。才能ないよ。じゃあ話広げるような質問してこいよ。結婚する気ないのに産みたいってどんなアホやねん。頭がおかしい女じゃん。子供殺されるかもな。よかおめ。幸せにな。貯金少なすぎん。養育費ちゃんと払えよ。月12万は硬い。素晴らしい。妊娠させてシングルマザー増やすって男の夢だよな。10人くらい作りたい。シングルマザー。てか52で何ゲイとかやってるの何気にホラーやな。
以上で終了なのだ。最後までご視聴ありがとうなのだ。よろしければコメントを書いてほしいのだ。チャンネル登録、高評価もお願いなのだ。バイならなのだ。